皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問いただきました。6連符がすごい苦手です。6つの言葉を当てはめて練習しているのですが、感覚がつかめずクリックに合わせると6連符ではなくなってしまいます。と、6連符って1拍に対して6発、清水寺清水寺清水寺なので、手数が多くてリズム見失ってしまうっていう人っていうのは結構多かったりすると思うんですけど、まずね、クリックに合わせるっていう時の感覚として、まあ例えばクリックがねこう鳴ってるとして、そう、ここの音をめがけて、このっていう感じで合わせると、まあクリックがなくなった時にこうリズムが、6連符のリズムが取れなくなっちゃったりとかもするし、まあこれをね見失いやすかったりとかもするんですね。だからまず体にメトロノームを取り込むっていう状態にするのが大事だと思うんですよね。なので足を交互に動かしてみましょう。足を交互に動かしてみて、でリズムの表をバスドラムで、リズムの裏をハイハット、この1 and 2 and 3 and 4 and っていう感じなんですけど、6連符は1拍に対して6発で、足は1拍に対してドンツと2発入ってるんで3発ずつですかね。タカタ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 、磯のサザエ磯のサザエ、タヌキウサギウナギコアラみたいな3発ずつを当てはめるイメージ、このでまずはこの1拍に対しての感覚をもうすごいゆっくりでいいので取り込んでみてください。で6連符をタカタカタカ、アンパンマンとか清水寺とか2ずつ取るんじゃなくて、ここでは3ずつですかね。磯のサザエ、タヌキウサギ、ウナギコアラみたいな3発ずつ、このこれでまず慣れたらクリックに合わせてみてください。クリックに合わせるのはこのリズムを作ってからの方が合わせやすいですね。まずはこれに対して足をこの1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and
という感じで、まずはね、その体にこうやってこうリズムが取り込まれてる状態 で体のリズムの中からやってみるみたいな。この頭を追いかけようとすると、こう何発叩いたか分からなくなっちゃったりとかもするし、で足自体も、ここかなっていう感じになるので、だからね、あのクリックが鳴るこのバスドラムと、あと裏である左足、このここを感じてタタタタタタ、これ6連符でやってるんですけど、16歩やるときもそうですよね。こうたこ焼き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 、その32分歩やるときもそうかな。タカ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 、アフリカザリガニアフリカザリガニ。そうだからね、あのクリックに合わせで練習をするよりも、足でこうやってリズムを取りながら、例えばチェンジアップ4分8分3連符16分6連符32分とか、なんかそんな感じで音符が切り替わってみるといいかもしれないですよね。ちょっとやってもかな。そうだから、例えばこう体にこうメトロノームが取り込まれた状態でリズムを練習すると、まあ、6連符に限らず、まあ、16部とか、まあ、もしくは3連符とかね、32部とか、なんかいろんなリズムもちゃんとね、こう明確に叩けるようになってくると思うので、そんな感じで練習をしてみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。